抗え、この世界の運命に。約束のネバーラジオ。皆さんこんにちは。テレビアニメ約束のネバーランド、エマ役の諸星すみれです。フィレ役の河野日和です。この番組は2021年1月からテレビアニメ第2期の放送が予定されている約束のネバーランドをより楽しめるハウスにリスナーの皆さんを閉じ込める禁断の箱庭ラジオです。イエイイエイイエイ。今回も番組のタイトルカバーにリスナーさんのイラストを使わせてもらってます。はい、今日は私がセレクトしました日和賞です。ウェーイ。クエアーやや。こちらですね、うん、NY さん、兄さんかな、うん、NY さんの作品を選ばせていただきました。ありがとうございます。合わせてメッセージもいただいております、うん、エマフィルの可愛いラジオ収録中の様子を書いてみました。すみれちゃんやひよりちゃん、ヤクネバが大好きな方々に気に入ってもらえると嬉しいです。4周年ということでこんなにワクワクした企画を用意していただいてありがとうございます。まだまだヤクネバはこれからですね。第2期が本当に楽しみすぎて震える毎日です。これからも楽しくラジオ聞かせてもらいます。応援してます。めっちゃ可愛い。ありがとうございます。すごいもんね。決め手はまずもうさ、なんていうの、うん、もうポカポカするよね、心がね、うん、すごいほっこりする。楽しそうな感じでさ、で真ん中にねリトルバーニーが置いてあってさ、細かいところまでいいんだよね。このこだわって書いてくれてさ、エマとフィルのサイズ感がさ、うんね、めっちゃ可愛くて、このさフィルのがちょっとさ、あの足がね、うん、ちょこっとしか出てないところが可愛い。可愛い。すごい上手ね。もう皆さんレベルが高すぎて、ね、びっくりしちゃった。もう選ぶの大変だった。大変だった。いやもうね、送ってくださってありがとうございました。ありがとうございます。いよいよね、3日後の10月1日から、うん、テレビアニメ約束のネバーランド第1期の再放送がスタートします。いよいよだ。いよいよ。そのね、直前の準備にもぴったりですね。本当にありがとうございます。ありがとうございます。もうね、リトルバーニーから全てが始まるからね。確かにね、原点だからね。原点だからね。いやー、ついに始まるということで、ヤクネバと一緒に駆け抜ける6ヶ月がまたね、体験できるんですよ。とても幸せ。嬉しいね。本当にワクワク。改めて NY さん、素敵な作品ありがとうございました。ありがとうございました。ではでは、第1期の再放送直前に皆さんに聞いてもらいたいネバラジ機密通信、今日の当番はひよりちゃんです。はい、私はの、はい、夢を本当によく見るんですけど、うん、なんかもう夢を見すぎて、もう夢のプロみたいな夢のプロ、なんかなんだっけな、明晰夢みたいな。私結構明晰夢、明晰夢明晰夢そうっていう、なんか夢って、うん、途中で気づく夢のことを明晰夢っていうらしくて、へー、そうそう、私もなんかそうやって言うんだってびっくりしたんだけど、なんかこの間見た夢がまさに明晰夢だったんですけど、うん、なんかベッドで寝ててパッてなんか目をねパチって開けて自分の天井を見てるの、うん、でむくって起きて、うん、周囲をキョロキョロ見るんだけど、あれこれ夢だなと思って、夢の中で起きて自分の部屋を見渡すっていう夢を見たんだけど、うん、なんか夢にしてはなんかものすごく部屋がくっきり見えるの、うん、あれ私これやばい、コンタクト外さないで寝ちゃったかもしれないと思って、うん、そうワンデーのコンタクトをいつも使ってるんだけど、うん、これ やったなと思って、うん、慌ててこうあの手を洗いに行って、うん、鏡の前に行って、うん、コンタクト取らなきゃ取らなきゃ、ね、ちょっと待って全然うまく取れないんですけど、全然うまく取れないんですけどって思ったらパッて目が来て、うん、ベッドの上だったのえって思って、すごい恐る恐るこう何手を洗いに行ってコンタクトコンタクトコンタクトってしてたら、なんかすでに撮ってて、なんかちゃんと撮った状態で、うん、だからなんか白目をつまんでしまった。やべー、いつもねこのひよりちゃんのネバラジ機密通信にいい返しができないんだよな。ちょっとね、でもさ、それさ夢って気づいてたの、自分の中ではもう、うん、夢だと思って、なんか覚めても覚めても夢みたいな気持ちになってって感じで、てか夢の話ってこういう雰囲気になるよね。
なんかね、夢って自分の中ではすごいね面白いと思うことなんだけどね、話してるとなかなか伝わらないよね。でもなんかそんだけ現実とこう混同してしまうぐらいのリアルな夢ってすごいね。そうだね。私はあとファンタジーの夢ばっか見るからさ。どういう夢？なんかもうそれこそ空を飛んでる夢とか、ひたすら土を掘る夢とか。土を掘る夢？そう、土に穴を掘る夢とか。へえ、面白い。そうだから ね、全然そんなリアルと混ざることはあんまりないけど。そっか、とりあえずちゃんとコンタクト取ったの確認してからやるようにしたいと思いますよ。そうだね、コンタクトは取ろう。気付きます。はい、はい、ありがとうございます。それではエマフィルでお届けする約束のネバーラジオ、どうぞエンディングまでお付き合いください。約束のネバーラジオ、まずはこちらでエマフィルトーク。チーフメール、あれ、これはどういう感じなんですか？ワンニャンテストで落ち込んでいるエマで。これも私ですね。これは可愛かった。エマはあんなミスしませんから。あ、本当に面白かった。はい、リスナーさんから届いたグレイス普通のメールをご紹介します。はい、まずはネバラジネームツーちゃんさんからのメールです。諸星さん、河野さん、おはよう。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 私は約束のネバーランドを Amazon プライムで視聴したのですが、そこのレビューにアニメで描かれているのはまだまだ序盤、これ先もっとすごい展開が待ってるみたいなことが書いてありました、うん、アニメ一期だけでも世界観やストーリーに圧倒されたのに、これがまだ序盤というのが信じられません。先の展開が気になってしょうがないです。アニメの2期が待ち遠しい。それとも先に原作を読んでしまうか。あー、もうどうしよう。うーん、ようこそつーちゃんさん、ね、約ネバの世界へようこそおいでいただきまして。いただきました。いや、わかる。これね、アニメの続きを待つか、それとも読んじゃうかってね。確かに悩みどころ。そうだよね。だよね。もしすみれちゃんが百年後のレビューを書くとしたら、どんな内容を書きますか？どうだろう。見どころポイントっていう書き方もありだし、ノーマン最高とか優勝完璧優勝ノーマン尊いみたいな。いいよね、そのさ、キャラにさ焦点当てるってさ、ちょっと惹かれるよね。いや、もうあの世界観をね、うん、丸ごとこう閉じ込められるような語彙が私の中にはちょっとね存在しないくて。わかる。でも、ひよりちゃんだったらなんかどうやって書きますか？私だったら、でもなんかうまいこと言いたいから、なんかこうと閉じ込め、あなたを、このすごい世界に閉じ込めちゃうような、作り込まれた世界観で、手が奇妙な動きをしている。すごく推奨の方法、ね、すごく面白い。結果ね、結果そうなんだよね。もうそうなの、そうなの、いろいろある、いろいろあるんだけど、もう結果すごく面白い。本屋さんとかでさ、ヤクネバのさポップ書いてる人とかさ、 あとはやっぱさ、新刊とかが出たりとかさ、あと一定期間経つとさ、今まで出てたさ期間のさ帯とかのさ、こう煽り文句が変わったりするじゃない、うん、あれすごいよね。ネクッとこう掴まれるよね、うん、よくそんな言葉がね出てくるなと思って、ね、話知ってても手に取っちゃうもん。うん、わかる、ね、聞かれちゃうよ ね、 ね、レビューとかもさ書く人もだからすごいよね。才能だと思う。もう素晴らしいよ、本当に。ぜひぜひ、ねね、これからも素敵なレビューをよろしくお願いします。よろしくお願いします。書いてください。我らに代わってよろしくお願いします。では次のメールも読みます。はい、ネバラジネームひかるんさんからいただきました。ありがとうございます。すみれちゃん、ひよりちゃん、こんにちは。こんにちは。一つ質問があります。もし自分の首筋にマイナンバーがあるとしたら何にしますか？私だったら37194です。なんで？そうだね、理由はね、内緒なのかな、ちょっと伝えられていないんですけど。なんかの頃から
みんな、ね、これさいないよね。なんあーそっかキャラの中にはいないよね。あそっか、きっとヒカルンさんの何か特別な、いいねなんかね。うん、何がいい、何がいいかな。何にする？5桁の数字か。5桁ね。何がいいかな。なんか、うん、4 6 6 4 9 7とかかな。それはなぜですか？よろしくな。あもうメッセージがね、そう、もうそこに。やっぱこうハウスにさ新入りとしてさ、うん、今日から入った日和よっつって、うん、結構やっぱちょっとドキドキするじゃないですか。でもなんかこう首に入ったナンバーを見て、うん、46497えよろしくなってことみたいな、でも一気に距離縮まっちゃうかなみたいな。確かにそれいいね、願掛け的な。えいい、すみれちゃんは、なんかそういうのあるかな。私もなんか語呂合わせ系、語呂合わせ系。1 1 2 9 4、いい肉よ。クイーなんかそれね、もうなんか自分自身が肉が好きなのか、もう出荷されるという事実を知ってのことなのかみたいな。ゾッとする話じゃん。ちょっとね、意味が分かったら怖い話みたい。やばいね。それやばいね。面白いね、こういうの考えるね。いい肉よっつって。いい肉よ。うわ、怖ー。これ盛り上がるね。盛り上がる。いいな。ぜひぜひね、やってほしい。面白い。はい。あ、もう一通読みます。はい。ネバレジネームゆうさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。すみれさん、ひよりさん、こんにちは。こんにちは。今年はコロナの関係で学校が休みになってしまい、体力テストで一番大嫌いなシャトルランが2学期になってしまいました。一応運動部だったけど、それでも走り続けるのは辛い。ハウスの子供たちはみんな体力ありそうですが、お二人は体力テストや体育で苦手な種目ありましたか？ありましたか？もう全部。え？全部苦手。なんか、さ、俊敏そうなイメージある。全く全く。あの、なんだっけ、俊敏といえば、あの、反復横跳びとか、うんうんうん、もう、無理無理無理。え、そうなんだ。どういう足の仕組みになってるのか分かんない。確かになんか途中でさ、ちょっとギストルト崩壊するよね。分かんなくなっちゃうから。あれはね、うん、あの、回数もいかないし、すごく無様だし。体の柔らかさとかは？あ、硬いの。そうなの？硬いんですよ。そうなんだ。全然いかない。握力も。10、12とか結構だな。そっか。そうそうそう。意外だな。いや、ひよりちゃんは絶対いいよね、運動神経。私さ、新学期とかでさ、うん、言われるの、運動神経良さそうだねっつって。なんか手足も長いし、いろいろ有利そうな感じ。やばいよ本当に。やばいの？なんかあのさ、クラスにさ一人はいるかな、あの走り方ちょっと変な人。私です。あ、いたかもしれない。特にさ、あの手足の長い子はなんか持て余しちゃってる感じがさ、なんかあるよね。ね、右手と左手なんか交互に出ない。なんかもうそういう感じなのね。わ、うん、かんなくなっちゃう。はあ。私ね、逆にね、フォームはすごい綺麗、走る。素晴らしい。走りのそのフォームはめっちゃ綺麗だから、一人で走ってるとすっごい速そうに見えるんだけど、ね、あの誰かと並んで走ると途端にもうあれみたいな、あれそうか、なっちゃうから。バスケ得意そう。えごめんね、めっちゃバスケ得意そう。バスケ、うん、バスケダメだね。なんかパスした後のちょっと足踏みのそのステップカッコつけるみたいなのは得意だったけど、なんかポンと投げてさ、ちょっとキュッキュッみたいな、キュッキュッみたいな。何そのポイント。カッコつけるのは得意だった。いやー、でもシャトルランね、つらい。つらいよね。でもまあ、うん、シャトルランはほらいつでもやめれるから。そうだね。そんなにね、あの気を入れせず、なんかこう気楽にやりましょう。そろそろかなみたいなとこでやめとって全然いい、うんうん、全然いいよ。大丈夫、楽しくやるのが一番だわ。はい、ということで今回のメールは以上です。この番組にはヤクネボのご意見ご感想はもちろん、私たちへの疑問質問応援激励などなどメッセージをお待ちしています。
ヤクネバ公式サイトのメールフォームから送ってくださいね。お待ちしてます。続いてはパワープレイの脱出劇、抗えリスナーの運命に。ハウスから脱出を目論むエマたちのごとく、リスナーさんをつきまとう運命から脱出できるよう私たちが手助けしていきます。はい、こちらはネバラジネームテルマさんからいただいた運命です。卵焼きのラインナップも取る。すみれさん、ひよりさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。私が覆したい運命は、美味しいご飯が食べたいです。うん、お仕事が忙しかったりするとついついご飯が簡単なものになってしまいがち。気づけば週に何度も同じものを食べていたり、ハウスのみんなと違ってスーパーに行けば何でも買えるのにダメだなぁとは思っているのですが、メニューを考えたり材料を揃えるのが億劫でついつい手を抜いてしまいます。すみれちゃんは卵焼きにハマっているということでしたが、食生活が偏らないようにするにはどうしたらいいですか、とのことです。どうですか、すみれ先生。これはあれ、ちょっと長い顔をされています卵焼きで食生活が偏らないようにするにはということですかね。まあ、ね、思うにきっとこう卵焼きを、うん、上手に作れるということは、うん、他にもいろんな料理を作っているのではないかと。あ、それはすごい大きな勘違いをされている。あら全然私はね、お料理得意という方の感じではないのですが、卵焼き特化型ということですか。そうですね。申し訳ない。申し訳ない。でもレパートリーある卵焼きの中でもさ、明太子入れるとか、あ、いいね。あとオクラ切って入れるって、なんか巻くと、なんかね、その星型みたいに、かわいいね。巻いた後、外から見えたりとか。彩りじゃん。彩り、いろいろあるかな。なるほどね。卵焼きのラインナップは結構調べたりさ、いっぱい出てくるかもしれないね。ほうほう、うん、確かに確かに。食生活か、これでも気持ちわかるな。一人暮らしだもんね、自分でそういうのをね、管理しないといけないって。どうしてますか。なんかもうまずね、使い切ることが難しいの、食材を。そうそう、一人分、まあ作り置きとかもいいんだけど、でもさ、作り置きかみたいなさ、タイプの料理あるじゃん。例えばさ、オムライスとかってさ、一品物だからさ、なんかさ、なんだろう、なんか玉ねぎとかだったらさ、なんか一個も丸々やっぱ使わないからさ、半分にしてとかするとさ、なんかね、あんまりオムライスって作り置きするもんでもないからさ、確かにな、ちゃったりするんだよね。なんかね、最近、うちで流行ってるのが脂肪燃焼スープ。聞いたことある。そう、もうひたすらに野菜をお鍋に入れて、トマトスープでこう煮込むやつなんだけど、もうあれはどれだけ量があっても割と長く持つし、それが一品あればさ、もうそれだけで結構割と栄養を補えてる感じがするから。そうだよね。本当は1週間ぐらいそのダイエット期間でやろうってことだったんだけど、割と長くうちも続けてて、それなんか残り物とかもバーって入れちゃったりとかもするから。なんかシンプルに美味しそうだからさ、なんか続けちゃうよね。はあ、スープって確かにいいかもしんない。いいかもしれない。やっぱでもさ、思うわ、一人暮らししててさ、汁物があるかないかだけでさ、結構ご飯に対するモチベーション変わるもん。ね、あったかいスープいいよね。ね、いや本当に。もうお仕事忙しいからさ、なんか簡単なもの食べたいのもわかるけどさ、なんか美味しいご飯食べてほしいよね。頑張ってくれ。あ、じゃなくてどうすればいいんでしたっけってことですよね。あ、そうだね。脂肪燃焼スープですわ。あ、じゃあもう、それで、打開策が決まりました。はい。ネバラジネーム、テルマさん、あなたはこうすることで運命から脱出できます。全部残りは脂肪燃焼で一石二鳥にしよう。できました。ちなみにすみれ先生の一押しの
脂肪燃焼スープの具は何ですか？具、うん、もういろいろあるよ。人参、あとセロリがね最近好きで、へー、セロリが入ってるだけでちょっとねアクセントになって、そうなんだ、美味しい。ちょっとでも香りが苦手っていう人もいるかもしれないけど、割とこうスープにしちゃったりするとそんなに生みたいな香りの強さはないし、へー、割とおすすめかもしれない。火が通ったセロリ食感楽しそう。うん、割と生とはまた違う感じで、はい、いいおすすめです。ぜひぜひ皆さんも作ってみてください。はい、では本日の運命はこれまで。このコーナーではあなたにつきまとっている運命を募集してます。公式サイトのメールフォームからメールを送ってくださいね。以上、あらがえリスナーの運命にでした。スコアに挑め、10セカンズテストルーム。回答時間わずか10秒のテストに励んでいるハウスの子供たちのように、私たちも様々な10秒テストにチャレンジしていきます。フルスコアの300点を持ち点に、毎回のテスト結果から番組スタッフさんが加点減点を決定。スコアが0点になると出荷に値する何かが待ち受けています。前回おにぎりいくつかけるからテストを行った結果、諸星選手基準を2つ上回る9個を記録してプラス20点を獲得。フルスコア返り咲きのトータルスコア303点。そして私河野選手、基準超えの8個を記録しプラス10点を獲得。まだまだ余裕のトータルスコア338点となっております。そして今夜挑むテストはこちらです。パソコンアイウェオタイピングテスト。こちらはネバラジネーム青青さんからいただきました。つぶれちゃん、ひよりちゃん、こんにちは。こんにちは。この前家族でやったのですが、パソコンであいうえおかきくけこさしすせそうと50音を10秒でどれだけ打てるかテストしてみてくださいとのことです。これはもうさ、うん、やっぱレポートとかさ、うん、大学で書いているでしょ、パソコンで。はい、すみれちゃん、はい、自信のほどはありません。あー、いや、めっちゃ遅いのよ私打つの。ブラインドタッチできますか？ No。 あん、人差し指、えでもあの中指も使えるかな。添えてはいる感じ。いや、聞いたところ、ひよりちゃんは割とやっぱ得意かもしれないという。中学生の時ね、うん、なんかクラスの友達と何時にこのチャットサイトに集合しておしゃべりしようねとかやってて、ちょっとやっぱオタク力を、なるほどね、やってきたかなと。ただですよ、うん、先ほど、スタッフさんがデモテストをしてくださった結果、うん、50音のほまでまで行ったんです。行き過ぎやって。あゆえをかきくけこさしすせそうたちつてとなにぬねのはゆえほやで、ほやでやばいよ。無理。もうだってバリバリパソコン使ってさ、お仕事されるからさ、うん、ピエン。いや、でもまあ大学生の意地だな。ちょっと気合い入れていきますか。はい、ママで打てればいいから ね。いや、もうパソコンスキルがすごいね。スタッフさんにもし勝てたら、それだけ点数もちょっとね、期待できますね、来るということで、頑張りましょう。貯金をいたしました。よし、じゃあ、私行っちゃおうかな。え、ほんと？大丈夫かな私、後で。やっぱちょっとこうね、すみれちゃんに対してハードル上げられるぐらい私ちょっと頑張っていきたいと思います。でもパソコン触るのお久しぶり。なんかフリック入力ばっかりしちゃう、携帯の。あ、スマホのね、うん、確かにあんまりパソコン打たないかも。それでは、行きましょう。はい。ひよりちゃんのパソコンあゆうえおタイピングテスト、よーい、はじめ。早くない？めっちゃ早い。ミスちゃった。頑張れ頑張れ。最後すごい頑張ってたよ。途中で英数キーかなんかを押してしまいました。あー、なんか一度ミスるとさ戻れない。なんだ
のあそこでちょっとあのおっしゃってあの それだけあのちょっとなんていうんですかね、あのですね、あ、生で、え、私生でです。すごい、本当中中すごい赤さとな、あー、いい、難しい、ローマ字でカロージで生で読めたので生でしましょう、やりいや難しい、難しいよ、もっといけると思ったんだけどな、よし、じゃあ行ってみましょう、ね、あんま見ないでね、みんなすみれちゃんのパソコンあいうえおタイピングテスト、よーい、はじめ待って、でもなんかいい感じそうだぞ、おあいえ、でも結構順調じゃないですか、あらあら、すみれさん、パソコンの画面見せなさいよえ、なんですか、なんですか、見た見た、あの、私あれですね、あのおひらがなに変換されずですね、あー、これは完全に私のせいですあ、そういうこと、私がさっき押しちゃった、でもさ、それでもいけてたらいいってことですよね、採点がめちゃめちゃ大変だ、左遷戻ってた違う、私も一回も画面を見なかったっていうえ、でも間違いなくホマデです、イエーイ、すごい、やったわお、あ、でもあと M が打ててたらってことですよね、あー、惜しいね、悔しそう悔しそう悔しそう、すげえ悔しそう、あ、でもなんか思ってたより早いってことだ、うん、そうだね、一人でパソコン打ってたから、そうか、え、えらいね、やっぱちゃんとさやってるんだね、いや、成果がさ現れている、ちゃんと大学生らしいところを初めて見せられたかもしれない、すごいよ、感動だ、よかった、それでは、スタッフの皆さん、パソコンあいうえおタイピングテストを踏まえた点数を教えてください、お願いします、どうふひゅい、諸星がプラス10、河野選手が、マイナス2、マイナス2、マイナス2ってなんかちょっとマイナスだけどなんで2なのか聞いてみたいです、あ、変なキーを触ってクチャッとしたからだそうです確かに、あ、すごい、では今日のテストで、諸星のトータルスコアが313点、わ、やっぱ優秀、ひよりちゃんのトータルスコアが38か、だったから336か、はーはーになりました、すごい、いやでも盛り上がったね盛り上がったこれ楽しかったなー、あー楽しい、なんかあれなんだっけ、早打ちゲームみたいなのあるじゃん、お寿司みたいなやつあるよね、そう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 、ああいうのちょっとやってみたいと、やってみたい思った、文章を打つってなるとね、またちょっと違った難しさ出てくるもんね、確かにそっちの方が難しいかも、へえ、楽しかった、面白い、皆さんもぜひやってみてください、やってみてください、このコーナーではリスナーの皆さんから10秒でできるテストのお題を募集してます、メールフォームからいつでも送ってください、次回も私たちの10秒ポテンシャルにご期待あれ、10セカンズテストルームでした、お送りしてきました約束のネバーラジオ、エンディングのお時間です、はい、楽しかったね、楽しかった、やっぱさ、こう月に2回ですか、うん、ね、役ネバに触れられる時間がさあるってやっぱ潤いだよ心の、いや、わかる、すごい毎回収録の前ウキウキしちゃうもん、え、私もだが、幸せ幸せ、いや、もう皆さんからのメールとかね、テストとかもいつも、こんなになんか愛のあふれたメールをとか思うし、今度は、ね、テストも面白いし、イラストなんかもね、ね、になっちゃって嬉しいね、どんどんまたみんなで盛り上げていきたい、うん、よろしくお願いします、よろしくお願いします、
ではここでヤクネバからお知らせです。まずはテレビアニメ約束のネバーランド放送情報です。第1期の再放送は2020年10月1日木曜日24時55分スタート。第2期は2021年1月毎週木曜日25時25分から放送されます。どうぞお楽しみに。また第1期の全12話は Amazon プライムビデオ、 D アニメストア、 Unext アニメ放題、 Hulu、 ビデオパス、 Netflix、 FOD、 光 TV、 バンダイチャンネルで配信中です。ヤクネバ未体験のあなた、ぜひご覧ください。ブルーレイ &DVD 全3巻も好評発売中です。さらに映像パッケージの特典に封入されているオリジナルサウンドトラックをまとめたコンプリートエディションが各種音楽配信サービスで発売中です。こちらもチェックしてくださいね。はい、次回のネバラジは10月12日月曜日更新予定です。なんと第1期の再放送がスタートしてます。楽しみ。引き続き各コーナー宛のメールお待ちしております。お待ちしてます。それでは次回も運命に抗っていきましょう。ここまでのお相手は約束のネバーランドエマ役の諸星すみれとフィレ役の河野日和でした。